で、プレリーの大和ちゃんの便検査、はい、40倍、あ、それと便の中にその虫はいなかったです。あの今出た便にはね、2人とも、はい、40倍では線虫の卵はない、はい、今度400倍、まあ最近はもぞもぞ動いてますけどね。動いてるの分かります？もぞもぞ、まあこれは正常範囲ですね。で、あの原虫はいなさそうですね。はい、原虫いません。それから消化具合、この子の方が少し未消化がある。こういう黒いとこね、とか茶い、あの茶色はいいんだけど、あんまりちょっとうんちが、うん、こんな感じはいいんですけどね、うん、少しありますね。少しでもないか、ちょこちょこ黒いのあるね、はい、それから脂肪の未消化反応、ここは黒く映ってるのも悪くないんでね、ないこれ、そうでもないか、こんな感じで映るといいかもですよ、うんちがね、うん、まあ脂肪の未消化反応はないと思います。それから浮遊法ね、これが浮遊法、いるじゃん、なんかさっきのもそうだね、じゃあ一緒だねいます、まだいます。だからさくらちゃんは直接でいて冬ではいなかったんだね、うん、おかしいんだよねそれ山本ちゃんは直接ではいなかったけど冬で線虫の卵がちょこちょこ、なんで消えやんやんそうか、はい、以上。